はい、皆さんこんにちは。今日は、終わり朝日の青山さんのそば打ちになりますね。よろしくお願いします。焼きそばを、打ってみましょう。500g のそば粉を入れました。中力粉も入ってますので、よく、最初に混ぜてください。水はおよそ粉の半分ぐらいというのが目安ですので、250cc の水を入れます。7割から8割ぐらいを一気に入れます。ダマにならないように、しっかりとそば粉と水が混ざるように混ぜます。水でよく均等に混ざったと思われますので、少しずつ温めるとはい、こんな感じになりましたので、これで水回しはおしまいで、練っていきます。上から力を入れてしっかりと練っていきます。でまず下打ち粉を少し、引きまして、その上に先ほど練った生地を混ぜます。手のひらで少しずつ押しながら丸く伸ばしていきます。手で少し平らにしただけなので、綿棒で表面を平らにするように軽く、押していきます。
出しをやりましょう。
Thank you.